スオミ NPP とは、アメリカ海洋大気庁が運用する極機動場を周回する気象衛星である。以前は NPP、もしくは NPP ブリッジとして知られていた。もともとは、ンポス計画の先駆けとして計画されていた。ムポス計画自体は、ノア、エスプース及び空軍の DMSP 衛星とを置き換えるつもりであった。スオミ衛星は、 んぽす計画の中止を受けた後の2011年に打ち上げられた。ノア衛星シリーズとその代替となる JPSS 衛星の間が開くことを嫌い、打ち上げの隙間を埋める中継ぎとしての打ち上げが決まった。衛星に搭載された観測装置は、専人である NASA の地球観測システムから引き継がれる気象観測データを提供している。衛星の名称は、 アメリカ人気象学者であるベルナール・スオミにちなんで名付けられた。彼はウィスコンシン大学マディソン校に勤務していた。この名称は衛星打ち上げから3ヶ月後の2012年11月24日に発表された。スオミ衛星は2011年10月28日カリフォルニア州にあるバンデンバーグ空軍基地の SLC-2 ワットから ウラのデルタ27920から 10C で打ち上げられた。衛星は地球にほど近い高度 824km の太陽同期軌道に投入された。ウポス予行計画は新旧の気象観測システムの間の橋渡しとなることを予定していた。この衛星は新規開発の観測機材をこれまた開発したての衛星バスに搭載して飛行し、 新規の地上データネットワークを使って地上局と更新することで不具合の洗い出しをすることも予定に入れていたのである。当初計画では NASA、n o a DOD の合弁計画の人工衛星より5年早くに打ち上げることが入っていた。NPP はより大型な衛星プロジェクトであるアメリカ国立局機動オペレーショナル。 環境観測衛星システムの先駆者となることを予定していた。しかし、巨大プロジェクトの中で、アメリカ国防総省の参加がキャンセルされ、んっぽス計画に変更を余儀なくされてしまった。DOD の撤退の後も計画は続けられ、文民の気象機関であるノアが司る民生用天気予報システムとして利用されてきたノア、 エスプース衛星シリーズを更新する役割を与えられた。また、この衛星は NASA の地球観測システムから連綿と続く気候、変動データの採取に駆け落ちがないことを保証する役割も与えられた。スオミ n p p 衛星は2011年10月28日、バンデンバーグ空軍基地からデルタ2-7920から10コンフィギュエーションで打ち上げられた。 デルタ27920から10とは、個体ロケットブースターに9本のグラファイトエポキシモータ。1段目に、延長型の長弱燃料タンク及び RS-27A エンジン。2段目にエアロジェット製、RG10 から 118K ロケットエンジンを用い、3段目を使用しない衛星フェアリングの直径が10メートルのものを備えた、機体構成のことである。 2011年11月21日、宇宙機に搭載されたバイアーズセンサーは、その最初の観測データを取得した。スオミ NPP 衛星の合成画像から作られた、ブルーマーブル 2012NASA は、ザ・ブルーマーブルの高解像度な画像を公開した。この画像では、地球の見える側に、北アメリカの大部分が映っている。NASA の海洋学者である、ノーマン・クーリングが、 2012年1月4日に取得されたデータを使って作成した画像である。画像データは衛星に搭載されている5つの撮影システムのうちの1つであるバイヤーズを用いて得られた。この日付が選ばれたのは北アメリカ大陸のほとんどが改正だったからである。スオミ NPP 衛星、打ち上げ前、クリーンルームにてスオミ NPP 衛星は 1977年から2011年にかけて打ち上げられた地球観測システムの衛星群を置き換えることを目的とした最新鋭の衛星群の初航機である。この衛星は地球を1日におよそ14回周回する。この衛星の5台の画像撮影ミッション機器は以下のもので構成されている。ありがとうございます。